くいくことを願っている。発射後数秒で空中爆発した小型ロケット、カイロスが、海外で話題に。和歌山県串本町から打ち上げられた小型ロケット、カイロス、が、発射後数秒で空中爆発しました。民間企業スペースワンが手掛けるこのプロジェクトは、日本の民間ロケットとして初めて人工衛星を軌道に乗せる野心的な試みでした。事故の原因は現在調査中です。内閣衛星情報センターの小型衛星を搭載していたこのロケットは、清水建設やキャノン電子など複数の企業からの支援を受けていました。固体燃料を使用し、小型衛星のコンステレーション向けとして期待されていたカイロスですが、この事故で多くの機体に水を差す形となりました。地元和歌山では、ロケット発射を心待ちにしていた人々が集まり、打ち上げ失敗のアナウンスに悲鳴が漏れました。ロケットと共に街づくりを進めてきた串本町の町長は、失敗にもめげずに再挑戦を願うコメントを残しています。今回の空中爆発が SNS でも話題になっており、海外の方々からもたくさんのコメントが寄せられていました。日本の宇宙開発は、国の支援を受ける JAXA の失敗を経てもなお民間の力で新たな挑戦を続けています。スペースワンの今回の試みが、日本の宇宙開発に新たな一歩となることを願いつつ、次回の成功を期待しているといったコメントも寄せられていました。コメントの一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。ボーイングはそのロケットに関与していたのでしょうか？乗組員がいなくてよかった。ブレーキングって、おいおいチャック、少しは慈悲を見せてよ。4段階の固体ロケット設計について読んだよ。固体燃料ロケットエンジンはいつも緊張する。それがチャレンジャー5の爆発原因だったから。どうせ宇宙には行かないんだから。どうせ天蓋を越えられないからね。誰にもこんなことを望まない状況を修正できると信じている。なんて残念なんだ。今回は何が重要な荷物として運ばれていたんだろう。そのロケットのパフォーマンスと現在の行政との間に類似点が見られる。旧計画外分解。イーロン・マスクに聞いてみな。この現象については彼ならよく知っているよ。70年代の技術をただ失っただけだよ。これは良くない兆候だね。ロケット科学は難しい。設計図に戻る時だね。友よ、私たちは過去に未来を見出している。月に関しても、偶然に起こるミスではない。それは残念だ。日本は素晴らしい技術を持っているので、これは非常に驚いた。数百万が数秒で消えた。打ち上げ直後に傾いた。ほとんどのロケットは数マイル上昇してから傾くものだ。諦めないで、日本は3030年に生きていると思っていたよ。とにかく海に着陸するつもりだった。だから、海に着陸して破壊されるか、打ち上げ直後に破壊されるか。いずれにせよ、お金は動いた。まさか、衝撃を受けている。
豪華な花火だね。まだテストフェーズにあるの？それなら、彼らがデータを集めて、役立つことを願っているよ。イーロンに連絡すればよかったのに。もう一度メタ衛星を軌道に乗せる試みかな。わかる人にはわかるね。今夜は切腹が来るね。遠隔起爆だったのかな。離陸から数秒でかなり傾いていたし、固体燃料ロケットだから、それがさらに問題になるかも。イーロンは笑顔で見守り、市場に競争価格をもたらすために彼らが解決策を見つけることを望んでいる。私の古いトヨタのトラックは、そんなことは一度もなかったけどな。冗談での LOX またはテトロキシド燃料の漏れがあり、そのためにロケットの中央部で蒸気が放出された。誘導エラーもあった。酸素の液体が少しでも漏れれば非常に危険で、一つの火花で連続して大火災になる。クソ、スペース X は最初の試みでそれより遠くに行ったぜ。寿司作りに専念しろ。赤いワイヤーだって言ったのに。車作りに専念しろ。これで彼らはもっと良くなるはずだ。はは。完全に計画されたものに見える。60年前、NASA が頻繁に行っていた時、なぜそれほど簡単だったのか？その炭素排出量は木々を喜ばせることでしょう。誰も乗っていなかったと聞いて安心しました。多分、彼らはキムにいくつかのアドバイスを求めるべきかもしれませんね。北朝鮮がこの分野で日本よりも上だとは信じられない。私には安全上の理由から数秒でコースを外れた後に遠隔で爆破されたように思えます。でも最初の2秒間は良さそうでしたけどね。アメリカ製を買うべきだった。かなり大きな爆発、日本が見た中で最大ではないけど、それでもね。宇宙探査という未知の領域への進出に伴う複雑さとリスクを思い出させる厳しいリマインダーです。知識と進歩を求める私たちのクエストは、しばしば予期せぬ課題に直面し、逆境に立ち向かう際に必要な回復力と決意を強調しています。スペース X やロケットラボを使うべきだった。とりあえず言っておく。イーロン・マスクが彼らにチートコードを教える必要がある。先日はスクラブだったし、今回はこれ。日本の宇宙事業は休む間もないな。驚きだ。日本が挑戦し、それを実現しようとしているのは素晴らしい。彼らがスペース X にどれほど触発されているか、日本にとってうまくいくことを願っている。競争は物事を良くするので、日本が頑張り続けることを願っています。宇宙探査は、すべての政治的なナンセンスからリラックスするのに役立つので、もっと多くの国が競争に参加することを願っています。宇宙は私たちの未来です。ロケットは難しい、イーロン・マスク。イーロンが今、日本と電話している、どこが間違っていたか説明しよう。バイデンが階段を登るのと似ている。車や芝刈り機は作れるのに、ロケットはダメ。
失敗は終わりではない。止まらない限り、学び、より良くなる。新しい宇宙会社にとってこれは基本的に普通のこと。少し時間を与えて作業させて、他の国がこれに取り組んでいるのを見るのは嬉しい。ご存知ない方のために説明すると、日本はここしばらくの間、宇宙開発計画を成功させてきた。最近設立されたスペースワンという民間企業だ。残念に思う。オムレツを作るには卵を割らなければならない。強くなって帰ってこい、日本。インドから愛を込めて。試行錯誤、私たちもそれを経験した。日本はどうしてロケットをマスターできないの？得意そうな気がするけど。CIA が撃ち落としたと思う。スローモーションでよく見てみて。以上になります。様々な反応でしたが、多くは失敗に対する同情や励ましの言葉を投げかけており、うまくいくことを願っている、と前向きなコメントが目立ちましたね。中には技術的な側面や事故の原因に言及し、具体的な解析を試みるコメントもあり、宇宙開発に対する深い関心と知識が伺えました。さらに、諦めないで、という励ましの言葉が繰り返し見られることから、挑戦の精神を高く評価する世界的な視点が明らかになりました。一方で、批判的または皮肉混じりのコメントも散見されますが、これらは宇宙開発の過程で避けられない失敗に対する、ある種の過剰反応や誤解を反映している可能性があります。それでも、大半のコメントは、日本がこの経験から学び、次回の成功につなげることを心から願っているようでした。感動日本は随時更新中です。チャンネル登録、鈴マークをクリックしていただくと、いち早く動画を視聴することができますので、ご活用ください。評価をコメント欄にいただけたら本当に嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。